どうもこんにちは、みとしです。さて、この企画も第4弾目となりました。ほい、はい、ということで今日もカロリー気にせず食べまくっていこうと思います。で、今日はですね、ローソンストア100っていうところでめちゃめちゃ買ってきたんで、それを食べまくっていきます。野菜コロッケロール、チーズピザ、キャベツ包み焼き、自慢ダブルチキンカツ弁当、ダブルシュー、ベイクドチーズケーキ、チキンカツ串、トロッとハンバーグナポリタン、ほいってな感じで、まあ今夜なんですけど、今宵もこのたくさんの食べ物を食べていこうと思います。ほい、ではですね、温めたりとかいろいろ準備も終わったので、このまま食べていきたいと思います。いただきます。はい、カラトスコイガチャです。じゃあ尺もあるので、バンバン食べていきましょう。アメリカンドッグないかなって思ったんですけど、なんか売ってないみたいだったんで、とりあえずこのチキンカツ串をね、食べようと思って買いました。ちなみにタレとかね、何もついてきてないんで、多分このまま食べるんだと思います。うまい。うん、やばい、めっちゃサクサクしてますよこれ。中のチキンは少しだけ塩味がついてて、結構柔らかめですよ。うん、じゃあこのキャベツ包み焼きをいただきます。意外とこれ厚みあってね、しかも結構重いですよ。うん、こんな感じで、あ、結構野菜が詰まっておる。うん、うまっ。すごい屋台が連想されるような味ですね。めちゃうまいです。これソースが結構甘めだから、めちゃくちゃいい感じです。野菜が結構多いんですけど、タレとしっかり馴染んでて美味しいですよ。じゃあちょっと途中なんですけど、野菜コロッケ卵ロール食べます。うん、うまっ。めっちゃ食べ応えありですね。野菜コロッケにね、甘いタレがめっちゃ染み込んでるのがめっちゃいいです。プラスやっぱこの卵もめっちゃ合いますよね。うん、うん、いやー最高ですねこれ。やっぱコロッケロール系は欠かせない。うん、炭水化物感がめちゃくちゃいいですよ本当に。なんかローソンストア100って名前なんで、結構コンビニみたいな感じなんかなって思ってたんですけど、ほぼあまりコンビニ感ないですよね。うん、結構焦げ目とかが結構美味しそうな感じになってます。なんかこのサイズ感だからめっちゃ食べやすいですよね。片手で持てるっていう、うん、うん、うん、うまい。そう、本当にそのままピザがちっちゃくなったって感じですね。結構これチーズ多めなんでね、チーズの風味が結構しっかりしてて、結構チーズ好きが好きかもしれないです。これあと他に2種類あったんですよ。だからそれも今度なんか買ってみようかなって思います。
ベーコンがちょっと焦げたような風味がなかなか美味しいです。そう、ピザってね、意外と食べ応えあるんで、結構顎が疲れて きました。うん。卵ハンバーグナポリタンです。え、何これ、トロトロ。何この卵。めっちゃトロトロですよ。半熟卵みたいな。うん、すごい。なんか飾らないハンバーグの味ですね。弁当とかに入ってそう。いや、うん、うまっ。卵がめちゃくちゃトロトロなんですけど、ナポリタンの味とめちゃくちゃ合います。すっごい、なんでこんな卵トロトロなんだろう。うまっ。そう、弁当でこんなトロトロに卵が出来上がってるの初めて見ました。卵の味結構ね、薄めにできてるんで、ケチャップの味としっかり合いますよ。これが自慢のチキンカツ弁当みたいです。まあ、自慢っていうぐらいなんで、はい、期待しちゃっていいでしょう。うん、うん、うん。チキン結構柔らかいです。タレがしっかり染み込んでて、なんかしなーってしてる感じがあって、割と好きです。またこれタレとタレタレソース、タルタルソースがねかかってんのが最高ですよね。これチキン一つでご飯結構食えそうな、そのぐらいしっかりタレが染み込んでます。じゃあ、あとスイーツですね。じゃあね、このデカビッグっていうシュークリームですね。でかいでかい。これクリームが結構白いで、ホイップとこの白めのカスタードクリームが入ってるんですかね。うん、トロトロ。うわ、これトロトロだ。しかも滑らか。うまっ。うん、うん、ほんとこれとろけますね。クリームとろーって流れてきますよ。あー、やっぱいいな、食後のデザートっていいですね。あ、こんな感じになってんだ。すごいすごいすごい、結構レアチーズっぽい感じが。うん、うん、ムースみたいにシュワーって入っていきます。そうですね、レアチーズケーキ並みにしっとりですね、これ。けど味はちゃんとベイクドチーズケーキ系の味なんですよ。
ごちそうさまでした。はい、というわけでめちゃめちゃ食いました。いやー、なかなか美味しかったですね。ローソンストアも弁当系がね、またこれまた美味しかったです。特にあのナポリタン、うん、あれの卵がめちゃめちゃトロトロなんですよ。いや本当にトロトロなんで、うん、あれは食べてみるべきかと思います。はい、まあ、ただローソンストア役ってなかなかないと思うんで、まあ、見かけた時はちょろっと寄ってみるのもありかもしれません。はい、まあ結構腹いっぱいになったんで今日この辺で終わろうと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。はいはいはい。